せーの、おいゆうじゃんけんよろしくお願いします。さあ、年末企画ですよ。年末企画、僕たち月曜日にラジオ上げてるじゃないですか。うん、はい、もう60回ぐらいやってるラジオなんですけど、やってる。あの、そこで年末年始の企画案、うん、企画案をお便りで募集してたんです、リスナーの皆さんに。はいはいはい、知ってましたね、うん、で、何やってほしいかみたいなのを集めて、うん、あの、来たものを全部掛け合わせて、うん、企画にしますんでって言ってたの。全部掛け合わせそんなことせんでもええやろでね、この前の月曜日に来たお便りを全部こうザーッとご紹介したんだけど、うん、まあ現実的にできないのもあったりして、まあ、マリオカートやってほしいとか言われてたんだけど、やっぱ現実的にゲームが、まあそうやな、揃えられないなとか。そうやな、ゲーセン行って一人カメラ撮ってもらうとかも、撮影許可とかもいろいろあるからな。あったけど、うん、まあそれも、まあできる時にやろうとか、そうそう、あとメイク道具揃えなきゃいけないとか。揃わなかった。うん、可愛いメイクしてほしいっていうのも、まあこれもちょっと後日揃えてから、うん、あの、持ち越しっていうことで、はい、で、今回は、うん、この3つ、うん、掛け合わせた企画を年末にの動画としてやろうかなと思ってます。まず1個目、はい、古着屋さんとかで3000円以内で、はい、あの、コーディネートを選んで、おうおうおう、で、それのコーデバトルというのが1個ありました。いや、もう買ってきましたよ、3000円で。もう1個、はい、もう1個が、ハーというゲームっていうカードゲームがあるんですけど、うんうん、ハーって一文字だけでなんかいろんな感情を表して相手に、うんうんうん、当てさせるっていうゲームだね、うん、あるあるあるっていうのをやってほしいというシンプルな案と、もう一個、自分の私物を見せてほしいって、例えばカバンの中身みたいなのがありました。はいはいはい、この3つ掛け合わせようと思ってます。無理やろ何この3つどう掛け合わすの。ねえちゃうねえちゃうねそうなんだろうねって、なんで俺と同じ立ち位置で何も分かってへんのもうこっちが、MC として、あ、じゃあちょっともう回しますんで、あ、お願いします、はい、いいですか。はい、いいです、ね、早速行ってもよろしいですか。なんでこいつこんな楽しそうやね怖いわ、もう嫌や、なんか嫌やねんけど。じゃあまずは、買ってきたものと、ついでにそのままカバンの中身も順序よく紹介してもらおうかなという感じではい、わ、はい、かりました、行きましょう。はい、いやいや、おお、はい、嫌やなー。で、まあ3000円、はい、買ってきたものを、はい、まず紹介してもらうんですけども、うん、3000円で、まあ、古着とはいえ、うん、男の子の洋服ってまあまあ高いのよね。みんな結構高い。そうで、3000円で全身揃えられるのって結構むずくって、全身はどうやっても俺無理やったわ。そうだよね、うん、だからまあ3000円以内で買ってきたもので、うん、自分の私服と合わせて、うんうんうん、コーディネートするみたいな感じになると思いますんで、うん、こちらだけちょっとご了承くださいなんだけど、うん、ちょっとじゃあ買ってきたものから紹介してもらいましょうか。ね、僕買ってきたのはね、はい、どれどれ、何買ったの。あ、上着、はい、へえ、まあもうなんならタグまだついてるんですけど、ああ、でもなんかちょっと良さそうなシャッカシャカやな。これがね、うちらしいというか、これ着てみたらね、あ、思ったより大人っぽく見える。ちょっとこんな感じですか。ああ、あ、うん、これなんかシャカシャカした生地なんだけど、うん、思ったよりこう、なんだろう、ジャケットスタイルにも見えて、いや、そうなんよ、これ大人っぽく見えるね。ちょっとどこのかマジで分からんねんけど、この裏のこれは絶対スーツに合わせるやつだと思う。ほんまやな、うん、確かにほんまやな。まあ、でちょうどまあスーツ着た時のその、うん、なんていうの、上持ってへんかったし、ああ、そうなるとうちっぽいか、 こういう感じですか。ああ、いいねいいね。まあ、これ僕の普段のこの感じ、いいね。じゃあそのままこいつの中身も、中身多いからちょっとちゃっちゃか出して。じゃあまずまあでかいとこから、うん、ちゃっちゃか出してよ。まあまずこれ、まあ、これここのあの、ここの部屋押さえましたよの領収書、これはプロテイン。なんでプロテイン今日持ってきたんだ。今日持ってきてて、うん、ちょっと最近頑張ってるんで、マスク、まあ、一応持ってくるか。一応やっぱね、マスク、はいはいはい、と本、おー、うん、
これあの、小馬健さんの。小馬健さんの、僕がコントや演劇のために考えていること。ああ、勉強してる感出るね。一応、ね。努力してる感出ちゃうね。まあまあまあ、努力してる感だけ出そうと思って。なんだよ。わざと入れてきたみたいに。で、ちょ、まだ飲んでへんねんけど、この後飲むか、モンスター。ああ、モンスター入ってる。うん、はい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 。ね。こいつまだ入ってそうだぞ。これ、肌、テカった時に、抑えるやつ。ちょうどよくて、はいはいはい、そう、なんか、ポフィーポット。これめっちゃいい。化粧水ついてるやつ。はいはいはい、はい。そうね。そんなのも入れてんだ、すげえな。まあ、モバジュー。ああ、まあまあ、これはね。必須かな。うん。撮影の時は絶対だね。そう、バイト先の、なんで おしぼり。はははは。まあ、なんか、パクっちゃった。はいはいはい。なると、これまだ食べてへんけど、ま、サラダチキン。なんで生身で入ってんの、まあ、うん、サラダチキン。最近袋買うのね。そうそう。もったいないからね。なんか、とこれ、まだ食べてへんねんけど。切ったね。あの、ゆで卵3つ。ああ、まあ体にね。そうそうそう。うん、なんか、犬のうんち入れてる。これしかなかったよ。で、まあ、充電器。はい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 、はい、必須だね。チャッカマン。なんで？いや、これ、あのちょ引かしてくれへんって言われた人に、うん、俺いつでももうあげれる人になりたくて、ライターでええやん。でだからライターもらうとさ、うん、なんかほんまにただあげただけやん、うん、チャッカマンあげるとさ、うん、ちょっと変な感じになるやん、うん、だからこれと一応もう一なんでもう一本入ってんの。チャッカメンの状態にしてと変だな、まあ、ちょっとこれカバンがね、うん、これここバンって取れるんで、おおな、うん、ちょっとなんかね、背中の方ね、そうそうそう、ビリッていけるんだ。これ取ったら、まあ、ここになんかメッシュのあこういうのついてる。あ、それめっちゃいいね、ポーチいらずみたいなノリか。そう、リップだったりなんなりで、まあここにはまあなんかこういうはい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 、アックスとかこれあの服にシュッシュするいい匂いにするやつ、はい、と日焼け止め、ほうほう、化粧落とし、はいはいはい、はい、これ舞台出た時についゆっかり忘れることあるから常に1個持ってて、まあ、一応入れといてるんだね、うん、とこれリップでしょ、うん、とこれあの脇に塗るあの脇臭くならないやつ、あエチケットだね、うん、これエチケットですね、はいはい、これ脇に塗るまた脇臭くならないようにするやつ2個も必要なの、うん、お前の脇を。俺の脇はもうなんこんなんじゃ足りひん。ああそうなんや。で、これまぁ、あ、脇に塗る。違う。汗拭くやつね。うん。あとこれ、俺よく口内炎できるから、口内炎のお薬。はぁと、まだあんの？ボールペンかな？こう、ボールペン。ボールペン。はいはいはい。と、お前物、おぉ、マジで。あと、この前まぁ、あ、職場の子にもらったけど、うん、まぁ、あ、いつ、何の時が来てもいいように、うん、ゴム、あーこれモザイクかけた方がいいんかな、うん、もらってくるんじゃなかった一応ねこれも使用期限2026年の3月まで使う。あ、じゃあね箱に入ってるからまだ安全なんだね、うん、ですよ、はい、いつでも大丈夫ですって皆さん、うん、はいとこっちがね、はいはい、まあ、タバコの新箱、うん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 、うん、と入ってるな、まあメガネ、うん、伊達ね、これ伊達です、うん、ぐらいかな。これまあ僕大体普段これ持ち歩いてるかな、うん、まあ、荷物多いからね、あなたは基本ね。そうね、なんか荷物ないとちょっと落ち着かへんぐらいあって。あ、じゃあ克実さんのどういう表情なんそれじゃあもうちょっと紹介してってください、カバンのね。先買ったやつ、ね、あ、買ったやつから。じゃあ買ったやつ、もう今日ここ来る前に行ったのよ。あ、そうなんや。そう、同じところで買おうって言ってね。おう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 、言ってたけど。古着屋さんで買ったんだけど。え、ちょっと待って、何着買ってんの？ 2 着。あ、マジで？うん、2500円ぐらいで分かって。マジで？ほう。まず黒トレーナー、普通の。ああ、使い勝手良さそう。無地の。うんうんうん、そうそうそう、サイズ感も。あ、いいね、ほいでほいで。そういうのに、俺カーディガン持ってなかったなと思って。ああ、なんか全然着れるやん。うん、あ、ボタンはついてないやつ？そう、ついてない。だからもう完全に、ほうほうほう。下がりのやつなんだけど。はいはいはい。長めのやつ、俺結構好きだから。ほうほうほう。あ、いいですね。で、
て、はい、カバンの中身じゃあ。カバンの中身か。俺あんまりいつも入ってないんだけど、うん、これあのこの前の男性失格の台本まだ入ってて、あまだ取ってなかった。はいはいはい、はい、まあ、あとジャンクの何かやる時のノート、あーこれはいつも持ってるね。そうそうそう、まあ俺が勉強した題材みたいなのが書いてあったり、脚本術とかの ちなみになんか見せれるところで、まあ、こんな感じなの。本読んだやつを自分で分かるようにまとめてるみたいな。マジな勉強。そうそうそう。これまあ、これ2だからもう一冊同じようなのがあるんだけど。ほう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 。まあ大体これであれよね。なんかこんな作品作ろうかみたいな、なんかイメージするやつも書いたりしてるよね。そうそう。あとはまあ、演出で書いたやつをこうやって消してる。これ演出家ノートってあんま見れる機会ないからな。そう。そうだね。この前のそれこそ男性失格のやつの演出のやつだね。すっごい、そんなに書くんや。ああ、普通に筆箱。はい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 、うん。これも全部入ってるね。ハサミ、シャーペン、ボールペン。なんなら印鑑まで入ってるね。あ、そうなんや。そう。あれパクリはなんとかなるな。うん、これパクリはなんとかなっちゃう。おう犬のうんち？違う違う。なになに？普通の袋買いたくないから、あー。袋として。毎回貸したやつを破れるまで、あーそうなんや、基本買い物袋で入れてる。エコな男やな。手袋、ほう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 。まあ寒い時あるから。あーいいね。龍角散入ってた。入ってた。触った感じカチカチなってない？カチカチにはまだなってない。あ、まだなってない。うんうん、あー、まあ龍角散カバンに入ってる俳優さん結構多いかもな。うん、虫よけ。もうこの時期いらんやろそれ。夏に買った。もう虫おらんで多分。もうこれも夏だな。日焼け、あ、汚っ。あ、じゃあ汚いのもちょうだい、汚いのも。日焼け止め。あ、汚いな。まあ本編はそこだな。本編？あ、カバンの本編？うん。あとは、サブ。小さいやつが、名刺。おぉ。ちょっとこれも年季入ってんだけど。おー、自分の名刺のね。はい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 、大事ですね。まあ、もらったやつもここに、ね。おうおうおう。モバジュー。あ、モバジューね。はいはいはい。携帯ハイザー。携帯ハイザー。あ、偉いな。小さいところに。うん。あ、ヘアゴム。ヘアゴム。これ出てきた感あるな。うん、ライターなくしたように。あ、あげるようじゃなくて。うん、なくした。なくしたとき。そう、なくすから。はい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 。とも財布だけちゃう。定期。あ、定期。家の鍵。あ、家の鍵、うん、財布。財布以上。なんかマジで必要なものしか入ってない。いやー少な、そんなんで不安じゃないの。全然ウッチーのがもう侵食してきてる。いやそうよ、俺も入っちゃってるよ。乗り切らんかった。全然こんなもん。へえ。まあこれ紹介していきましたけど、うん、これ、うん、今この出てる私物、うん、全部コーディネートに入れて、うんうん、服装バトルしたいと思います。はそれではフッチーのコーディネートです。動けなくなって。頭のせいでな。俺が手伝ってあげなきゃもうどうしようもなかったな。ね、テーマは、うん、テーマは薬局。薬局から、うんうん、万引きで出てきた人、うん、いいねいいね。あ、ここにもほら、うん、マスクとじゃろ、あ、チンチンみたいにおしぼり。そう、そのくらい。ここにね、差し色モンスターあるよ。じゃろ、はい、うん、もうこの辺持つしかない、ね、いつでもあのプロテインこうやって飲めるし、うん、おう、ここにもそう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 、いつでも食べれるよ。いいところにチキンがあるね。おう、いつでも食べる。テカってきたらね、頭のところで、そうそうそう、耳にもね、なんか触ってる。まあ動けませんけどな、うん、これは皆さんおしゃれなのでしょうか。まあ頼もしい。シンプルに上着だけで見たかっただろうけどな。まあ、おしゃれというよりは頼もしいよ。こんな感じだ。なんでそれでカッコつけれんねん。ちょっと待って、待って、あー、まずヘアゴムね。うん、あー、なんかこれはまあゴムとしての使い方はちゃんと、うん、で忙しい人な、めっちゃ忙しい人な。
何そうだね。何奇抜な大学院生とか。オフィス追い出された大学院生。科学者みたいな感じかな。あ、でもタバコはこっちでね。うん。ついでに、あ、で、ポケットに手入れできてるね。そう、これおしゃれ。あ、こっちも差し色入れてるから。差し色って言うん、これ。あ、財布かと思いきや龍角さんちゃうねん。そう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 。龍角さん柄の財布みたいなの。ああ、なるほどな。ちょっと待って。ちょっと待って、首重いやろ。首重いやろ。動くたんびに、徐々にこれ落ちてくんだけど。だってこれ、あの、結んではない。結んでない。ああ。うん。なる。ちょっと。いや、危ないよ。あ、やばいな。めっちゃ危ないよ。あ、やばいな。あいや、いいだろ。なんか追い出されて2日目とか。嫁に追い出されて2日目の。科学者っぽいだろ。なんでその自信、ノートがな。ノートがやたらその説得力増してるけど。うん。私物取った。何その嫌な走り方。何いや、めっちゃ嫌、何キモい。何ここからハーというゲームやりますよ。まぁ、あ、ちょっと。私物をコーディネートしたのはちょっとおふざけで、全面通しておふざけやから何とも言えんけど、まあこれ買ったやつあるじゃないですか。まあこれね、買ったやつ、ね、まあ、これはこれね、その中とこれね、うん、まあ実際まあちゃんと欲しいものはね、じゃあこう、うん、これ結構今年の冬というか来年から着れるかなみたいな。でまあもともとこれカードゲームなんですけど、カードでこうやってやるとまあ本編丸々できちゃうようなものなんで、ちょっと僕たちでこう作ってみました。ああ、なんかさ、一生懸命やってたね。うん。で、一番失恋した時のとか、こう、情景があったりして。はいはいはい。はい、で、これ、ざっとルールなんですけども、うん、カードがこっちにあるんですけども、うん、こちらに1から5書いてある。おう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 、紙作りましたんで。手作り感すごいな。そう。これをね、2回ずつやって、4回連続で当たりましたら、うん、この買ったやつは、うん、もう無事、自分のものに。うん、していいんですけど、1回でも間違えたら、うん、もう1回同じところに売りに行きます。なんでそんなことじゃないの。マジだからもう一生懸命当てようということ。あー、なるほどね。はい。え、なに4回連続で当たったらもらえるの。当たったらもらえる。だからもう協力し合ってチーム、チーム。あー、そういうこと。ここの5つのお題は同じで、このハーの言葉を変えようと思いまして、それも5個用意しました。これお助けカードというものをご用意しております。お助けカード、うん、こちらも5枚あります。まあ歯以外に一言プラスするとかだったり。ああ、めっちゃやりやすそう。そういうまあちょっとね不利になるやつも2つほど入ってたり、これで協力してやっていこう。どっちからいく。いやー、じゃあもうちょっとじゃんけんしようか。ここは勝った方から、勝った方から演じる側に行こうか。最初はリュウ、ジャケン、ウイ、アイコでしょ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 。これか、本当に見えてないです。うん。あー、俺これむずいの嫌だな。で、僕が引いたのこれ手前に置いておきますんで。ほう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 。これ表情とかはいいんですよね。表情は大丈夫。もう仕草なし。仕草なしで、ね、いきますよ。いきます。意外とむずいぞ、当てる側も。次、言葉がこの、ハーが変わります。
変えますね。はい、変えますね、うん、言葉カードね。見えてないよ、うん、見えてない。でもこっから行きましょう。行きます。はい、どうぞ。せーの、ドン。はい、何外れもあるからね、言葉。お題、うん、ささみ。しょっぱなで外れ聞いたよ。ささみ。もうちょっと後半にしてよ。ささみ。ここお助けもやった方がいいかな。まあまあここぐらいじゃないか。ありなんちゃう。ありや。引いとこうよ、ここ。そうやな。これは引いといた方がいいです。引いていいですか。うん、ドン。はい、何引いた。つんだ。表情見せないカード。もう一枚引く。3回まで。最強カードあるから。オッケー。最強カード引いてくれたら勝ちだから。オッケー。もう一回行こう。マジで頼む。一言プラス。うわ。さ、それの判断だね。おう。はい、はい。俺に見せないとこれは。やってみますか。オッケー。行きますよ。これ余裕やん、これ。マジ？うん。どうぞ。山頂到着ってなると俺もうちょっと疲れあったり、うん、感動的なところも入れてくる気がすんの。いや2で、それに信じよう。正解は、正解は2番。危ねえ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 。どうぞ。ささみ。よし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 、よーぶねえ。いや、こっち側のそのウェイトあるよな、そう、当てる側も、うん、え、次お題も変わるんですか、ね、そう、お題変わります。次俺ね。はい、じゃあどうぞ。じゃあこれで言っていいんだよね。はい、どうぞ。うわジャンク、ジャンク、ここでか。ジャンク来ましたね。難しい2つ出たんちゃう。いや多分そう、これ大体全部むずいのは2つずつ、どれにも入ってる、入れてるもんね、ようにはしてたよね。そう、次は言葉的には楽だと考えるから、うん、むずいじゃんこれ。むずい。お助け今もう1枚使う、打った方がいいやろね、うん、3分の1には最強があるんだよ。まあそうだな。でもう1枚ひどいのがあるんだ。うん、じゃあどうぞ。言葉変更カード。おーい、真ん中来た。あ、これでかいぞ。でもなんかこういいの残ってるもん。ジャンクに関してはやりたかったな。やりたかった。結構したらあかん気するけどな。まあまあまあいいでしょ。まあまあまあ、あー、はい。お、帰れ帰れ帰れ。よし。あー、いや待って、真ん中ぐらい取っといた方がいいな。はい、取った。うん、よし。待って、ね、待ってね、待ってね、これの、これに、どれにも当てはまんないやつをやらなきゃいけないのね。オッケー、まあこれはシンプルにいきましょう。おっ、いくよ。帰れ。これは、これはもうシンプルイズベストじゃないの、うん、もう絶対、これは絶対3でしょ。うん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 、あ、もういきます、これ3です。3ですか。うん、オッケー、答えは？だってめっちゃ怒ってんもん。3です。いやー、これはわかるわ。まあこれはわかる、これはわかる、うん、変なことするとこっちにも見えるから、もう全怒りじゃないとダメだ。そうだよね。うん、もうお助けもないもんな。お助けない。言葉は2枚ラスト。ちなみにちょっと紹介しておくと、うん、他のお助けだと2枚どんなの。お助け、あ、他の、あ、引けてなかったやつ、ね、引けてなかったやつは外れが当たりになっちゃうカード、うん、これが最強カード。まあ最弱カードの中の一つ、言葉がルグに変わるカード。ルグ、ルグ、ルグ、スッ。お題はなんで。ああ、まあ変えれレベルの、まあ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 、ラストだよ。ちょっと俺見ない。オッケー、じゃあちょっと行こう。ちょっとボカンなんでやねん。むずいやん。もう
うシンプルにいこう。うん、いきまーす。はい。なんで？はい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 。え？これまた3引いたか。異性にその態度は取らないと思うんだよな、失恋した時とかの。3バロン、確実に。これは3。正解は、うん、正解は、うん、成功です。成功。いやー、ちゃんとした方のカード勝って、今度何もない時にやろうやろう、やりたいな、やろうやろう、うん、あとやっぱ3人以上は欲しいね。いや、せやな、うんうん、これむずいわっていうことで俺らだけしか楽しんでないけど、まあな、まあ、まあ、これで今年最後になります。これで最後意味わかんない。いや、マジでお便りありがとうございました。ちょっと3つしか掛け合わせれなくて、まあ、2つかな、3つか2つほどちょっと取りこぼしちゃってるんですけども、うん、まあその企画案も来年どこかでできたらと思っております。はい、それしましょう。はい、じゃあ次は1日のラジオでお会いすることになるのかな。はい、で動画自体は6日じゃあ5日か、うん、5日の動画からまたショート動画も再開しますので、はい、はい、皆さん良いお年を。良いお年を。やっぱもらえる。いや、よかった、マジで。おいだけが残ったんですけど、ほう、じゃあ全米が泣いた映画を見た時のおい見せてもらっていいですか。え、全米が泣いた映画を見た時のおい、おい、まあでもこれ結構近いんだな、感動系だから。え、じゃあこれで多いわ。じゃあなんだろうな、怖い。ああ、4の時のルブはあ、ルブ死んだんや。ルブが死んだんや。